西宮ストークスは日本のプロバスケットボールチーム。ホームタウンは兵庫県西宮市 B リーグ所属。旧チーム名は兵庫ストークス。兵庫県発のプロバスケットボールチーム。運営会社は株式会社ストークス。ストークスとは兵庫県の県取りであるコウノトリの英語名。2011年に兵庫県をホームタウンとする 兵庫ストークスとして誕生後、2015年に、ホームタウンを西宮市に定めるとともに、現チーム名に変更。ユニフォームスポンサーユニフォームサプライヤー歴代ユニフォーム、以下は B リーグ加盟以後の統計。踊れるマスコットキャラクター。性別は男の子。誕生日は10月1日。特技はバスケとダンスで、趣味は自慢のヘッドフォンで音楽を聴くこと。 背番号は100。2011から12シーズンスローガン、オールアウト、オールゲーム、オールシーズン初代 HC には、日本のバスケにも精鋭通している BT テーブスを招聘。選手には前述の長尾、中村の他に、2006年に開催されたのじぎく、兵庫国体にて、中村と共に、地元代表としてベスト8入りした、谷直樹、高松 A に、松崎賢人。 昨年まで流行としてプレイした流星卓域井上ジョナサンらを獲得外国人にはジャワンベイリーが加入した開幕に先立ち8月13日にプレシーズンゲームが開催された結果は56から80と大敗したが1491人の観客にストークスがお披露目されたその後8月19日に ベイリーが契約を解除され、新たに、テーブス HC の出身国であるカナダ代表で、身長 211cm のジェフ・ファーガソンを、加えた。日本人選手のみでの平均身長が 187.9cm と、JBL2 の中で1位を誇る中に、ファーガソンが加入したことで、平均身長が 190.0cm とさらに、大きくなり、 初めてのシーズンに挑んだ。10月15日の開幕戦は67から84で敗れ、その後に練習生の尾長昭広と選手契約を交わした。10月22日のホーム開幕戦でファーガソンが負傷退場しながらも80から70で初勝利を収めた。プレーできる外国人選手がいない危機を打破するために BJ リーグの浜松で 優勝経験のある、ウィリアムナイトを補強した。12月4日の黒田電気戦終了後の記者会見で、来シーズンの JBL 一部への加入申請が発表された。この12月4日から1月14日まで7、連勝、経験豊富なナイトが、JBL に個人成績ランキングの多くに入る活躍でチームを、牽引し、日本人選手の台頭もあって一時は3位まで順位を、 引き上げた。その後上位チームには苦戦を強いられるも、中位チーム相手には確実に勝利を重ね、3月17日の最終戦で勝利して、プレイオフ圏内の4位を確定させた。なお、個人成績では、ナイトが得点王、ブロック王、リバウンド2位、フリースロー及びスティール3位となり、個人2冠と5部門でトップ3入りを果たした。 また、流星が、リバウンド3位、松崎が、アシスト2位となり、チーム内の日本人で、最多得点を挙げた谷が、得点9位に入るなど、日本人の活躍も目立った。ヒマラヤアリーナで開催された、プレイオフでは、1位で、レギュラーシーズン参戦全敗の豊田通商に85から103、で敗れ、決勝には進出できなかった。しかし、翌日の3位決定戦で、 鹿児島に90の81で勝利し、最終順位を3位でシーズンを終えた。4月12日、2012から13シーズンの JBL への昇格見合わせが決まり、JBL に残留となった。2012から13シーズン兵庫ストークス、2013年1月4日、オールジャパン3回戦スローガン、ステップアップテーブス初代 HC が続投、9月10日までは、 GM 職も兼務していた。残留したのは、兵庫県出身の高松、松崎、中村、谷と、昨シーズンの主力であった、松山、ナイトの6名。新加入は、兵庫県出身の道原敏子を、中西良太、神原裕二藤原武史、カナダ代表のマイケル・リファーズである。なお、初代キャプテンの長尾は現役を引退し、河合。 柳沢、小長はつくば、リバウンドで、チームに貢献した流星は、大塚紹介、井上は、BJ リーグ、宮崎へ移籍した。6月23日、2013年から始まる、新リーグに参画するチームとしてストークスが承認され、トップリーグである NBL の所属が決まった。なおとシーズンの JBL2 が、東西カンファレンス制となり、ストークスは、 昨シーズンのプレイオフに共に進出した、豊田通商、愛心オータムウィンター、鹿児島と同じ、西地区に所属することになった。開幕戦こそ、愛心オータムウィンターに敗れたが、前半戦終了時点において、JBL に最多得点と、最小失点という圧倒的な数字を残し、2位に3ゲーム差をつけた首位で前半戦を終えた。 JBL に西地区首位としてオールジャパンに初出場した。初戦の明ケボのブレーキ工業戦に72から56で勝利し、JBL チームとの初めての公式試合を戦うことになった。しかし、その対戦相手、三菱電機との実力差は大きく、62から85で敗退した。シーズンに戻ると、 11月11日から1月19日までのシーズン10連勝で勢いを増し、2月10日11日の鹿児島戦で唯一の連敗を起死したが、3月16日の最終戦、チーム最多の2458人の監修の中で、筑波に勝利し、JBL に西地区優勝を決めた。パークアリーナ小牧でのプレーオフ、準決勝では、 レギュラーシーズン最終戦の対戦相手、つくばと再戦し、73から67で勝利して決勝に進出した。その相手は、レギュラーシーズンで唯一負け越した、鹿児島であったが、87から80で勝利を収め、JBL に最終シーズンを優勝で締めくくった。松崎が、 サイターシストシーズン MVP ベスト5、ルーキー道原が最高フリースロー成功率、新人王に輝いた。2月以外のすべての月に、ストークスから月間 MVP を輩出し、テーブス HC は、コーチオブザイヤーとなるなど、充実した2年目であった。そのテーブス HC は、4月17日に、契約満了による退任が発表された。 2013から14シーズン新 HC にはダニー・吉川が就任。主力メンバーが残留し、柳川義弘、カール・ホールが新加入した。10月11から13日のホームゲーム試合会場が決まらず、1月18.19日に神戸ファッションマートへの変更を強いられた。前半戦は西地区4位で折り返すも、 プレイオフ進出ラインの3位から9ゲーム離された。前半戦終了前に、高松の契約解除、藤原の引退、新加入選手が発表されるも、12月20日から4月5日までの間 NBL 公式戦における、リーグアーストの25連敗を喫し、3月で、レギュラーシーズン敗退が決まった。その後3連勝、4連敗でシーズンを終えた。 2014から15シーズンホール、中西、松崎、中村が対談、松山が引退した。谷、松島、道元、柳川、ナイトが残留し、細谷正志、中塚佐俊弘、根頃慎之介、田村大輔、デボーン・ワシントン、アイザック・バッツが新加入した。開幕から10試合の成績は3勝7敗。チームトップの得点を挙げていたワシントンが、 ホールのいる、BJ、新州に移籍した。12月17日に、吉川 HC が、契約解除、上田康則 AC が、HC に昇格、前半戦は11勝を12敗で折り返した。チーム立て直しを図り、プレイオフを目指した、後半戦だったが、開始早々に6連敗、8連敗を起死した。ワシントンに代わる、新外国人も獲得できず、 勝ち数は昨年から倍増したがプレイオフ進出は逃した。2016から17シーズン発足の JPBL 一部を見据え、ホームタウンを神戸市から西宮市に、ホームアリーナも神戸市立中央体育館から西宮市立中央体育館に移転、チーム名も西宮ストークスに変更した。7月末での発表では保留となり、8月末の 最終振り分けで2部への所属となった。2015から16シーズン、上田 1C は続投し、前和歌山 AC の塚本孝大らが新 AC に就任。選手では、細谷、松島、バッツ、ナイト、田村が退団し、畠山俊樹、佐藤博樹、丸山康平、マシュヘゼカやダバンテガードナーが新加入。新ホームアリーナ、西宮中央に、 栃木を迎えた開幕に連戦は、チーム史上初めて、両日ともに、観客2000人超を記録した。シーズン初勝利は9戦目の広島戦。開幕後に、奥本友人、ディリオンスニード、大阪学院大学からゴーダレーが新加入し、ヘゼカイアが退団した。ホームタウン移転元年は勝ち星、観客動員も伸び悩み、どちらも11位で終了となった。 2016から17シーズン、上田 HC が退任し、全京都ハンナリーズ AC の高橋哲也が、新 HC に、BJ リーグ時代に、大阪エベッサの HC として3連覇を果たした、天日検索を新 AC に迎えた。また、バレーボール、日本女子代表元監督の柳本翔一を顧問に、迎えた。天日 AC の下で活躍した、石橋春行。 竹野メイリ林、松崎賢人、酒井レオ、石塚優也、外国人選手では、ウィルクリークモアと NBA 経験のあるラリー・オーウェンスが新加入、ゴーダ、ネゴロ、畠山、ガードナー、中塚さらが対談した。開幕2戦目の勝利から9連勝を挙げ確実に、白星を重ねるチームに NBA のニューヨークニックスに在籍した、ジョーダン・バンデンバーグが加わった。 その後クリークモアが東京 Z に移籍したことで外国人が二人となったので BJ リーグのチャンピオンリングを三個持つグレーロン、バーンズを補強。イギリス生まれながら西宮で育ち日本国籍を有する土屋ア,アリスター自世、シュート力の高い内藤健太が特別指定選手として入団した。レギュラーシーズンは F イーグルス名古屋と中畜首位争いを演じ、 3月18、19日の直接対決で連勝した。43勝17敗で中築首位となり、第2シード権とホーム開再権を得て、B2 プレイオフス2016から17に進出した。ファーストラウンドの群馬クレインサンダーズ戦を、68から59,70から60で連勝し、この時点で来期の B1 昇格が決定した。 5月20日に行われた B2 プレイオフスファイナルズで、島根スサノーマジックを78-53で下し、初代 B2 チャンピオンに輝いた。2017から18シーズンスローガン、挑戦スタッフは継続し、竹野が引退して AC となった。B2 優勝に貢献したロスターはほぼ残留させ、セオンエリ、大塚隼人、コナーラマートが新加入。 同期昇格ながらスタッフ、選手をほぼ総入れ替えする島根と逆のスタイルで、b 1に挑んだ、B1 全18チーム中17チームと低迷し、B1 残留プレイオフに出場。横浜 B、コルセアーズと対戦し、第3戦までもつれ込む試合となったが、1勝2敗で1回戦、敗退。1年で、B2 降格となった。 2018から19シーズンスローガン、全力宣言。高橋 HC、天日 AC、エディ、ヒル、酒井、バンデンバーグ、石塚、岡田、リドリーが対談。上原宗太郎、ランディ・ホワイト、佐藤博樹が新加入。新 HC には、セルビア人のミオドラグライコビッチが、新 AC には同じく、セルビア人のドゥサン・ストイコフが就任した。 9月29日からシーズンがスタートしたが、開幕10試合で1勝9敗と低迷。シーズン開始後にアレンウェストと契約するが、わずか9試合に出場しただけで退団。その後、ヨーロッパでプレーしていた米国籍のブラッドリー・オルドが新加入。2週間後にホワイトと契約を解除した。最終的には B に全体で8位だった。 2019から20シーズンスローガン、競争。ライコビッチ HC、ストイコフ AC、竹野 AC、上原、大塚、佐藤が対談。柳川が現役を引退した。昨シーズン特別指定選手だった、浜高安明、都市の吉彦、岸田淳世、竜金が新加入。新 HC には、ギリシャ人のクリストスマルマリノスが、新 AC には、 佐賀江光一が就任したが、7月26日に、健康上の理由で、マルマリノスとの契約を解除。後任に、ドイツ人のマティアス・フィッシャーが、HC に就任した。9月21日に、シーズンが開幕し、低迷した作季とは逆に開幕10試合で9勝1敗と、上場のスタートを切った。11月11日に、都市の吉彦との契約を解除。 その後、古巣の愛媛へ移籍した。2月26日には、須藤昇谷と特別指定選手契約を締結。3月27日、新型コロナウイルス感染拡大のため、B リーグ2019から20シーズン全試合、ポストシーズンの中止が発表され、中地区に B に全体5位が確定した。2020から21シーズンスローガン、競争。 B.E.1 フィッシャー H.C. が続投。松崎、浜高、谷、道原、岸田、龍が残留し、ウォルドー、バーンズ、須藤、谷口、内藤、土屋が対談した。コ野翔ショータ、福田・正夫、渡辺・ショータ、アレクサンダー・ルオフ、シェイク・ムボジ、デクアン・ジョーンズが新加入。外国籍選手の追加契約ルールにより、アレクサンダー・ジョーンズが、 期限付きで加入。また、今シーズンより、ユニフォームサプライヤーがヒュンメルに変更された。また、新型コロナウイルス感染拡大のため東西に、蓄生となり、前シーズンまで中地区に所属していたストークスは、西地区所属となった。10月2日からシーズンが始まり、アウェー愛媛戦で幕を開け、2連勝した。10月22日に、 外国籍選手の追加契約ルールにより、契約していた A ーンズが契約満了により退団。その後は、負けが先行し、11月15日のアウェー FE、名古屋戦から3連勝したが、11月26日に、選手1名が、新型コロナウイルスに感染したと発表。翌日に、本人の意向により谷が感染したと公表した。12月4日には、 選手が国外から新規入国した際、入国の次の日から起算して14日間は、検疫所長が指定する場所で待機しなければならないところ、待機期間内に待機場所外で行われたチーム練習に参加させ、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため政府が実施している水際対策の一環である、入国後14日間待機要請に、 従わなかったとして、茨城ロボッツと共に、リーグより制裁を受けた。1月12日には、ルオフが対団し、同月15日に特別指定選手として、大阪学院大学の金田達也が、22日に、B1、川崎ブレーブサンダースからマットボンズが加入。ボンズ加入後初戦の越谷戦こそ敗れたものの、翌日の試合から3月6日の茨城戦まで、 チーム記録となる14連勝を記録。2月28日には、地区優勝マジック16が点灯し、3月28日に4年ぶり2回目となる B2 プレイオフス2020から21への出場が決定。ホーム最終戦の4月17日に、姫路市立中央体育館で、福岡に勝利し、2016から17シーズンの、 中地区優勝を以来4シーズンぶりの地区優勝を決めた。しかし、5月7日に始まった、プレイオフ準々決勝、ホーム、仙台89アーズ戦で2連敗し、敗退。目標の B2 優勝、B1 昇格は、持ち越しとなった。シーズン終了後、フィッシャー HC の契約継続が発表された。また、運営会社である、 株式会社兵庫プロバスケットボールクラブが3月21日に株式会社ストークスに社名変更し発行済みの株式51%を取得したスマートバリューが親会社となった。2021年3月26日に発表された神戸市が新設するアリーナへの2024から25シーズンからの移転を発表。 2021から22シーズンスローガン、オールグリーンフィッシャー体制3年目。ほとんどのメンバーが残留した一方、ボンズと岸田が対談。ハンガリーバスケットボールリーグデブレセニー AC から、シャキール・ハインズが、シーホース・三河から河村拓也が新加入、佐賀・バルーナーズから中西良太が7シーズンぶりに、復帰した。また、シーズン途中に、 金田達也が特別指定選手として2シーズン連続で加入。BT テーブス、ダニー・吉シカ上田康則天術、検索ミオドラグライコビッチ・マティアス・フィッシャー・中村、大介、長尾厚志・中村大輔長尾厚志中村大輔松山明氏、中塚佐敏弘、谷直樹、2015。2016竹野明林、ラリー・オーエンス・ドレーロン、バーンズ、谷直樹、 柳川義弘谷直樹今野翔太、谷直樹内藤健太松崎賢人テレビラジオ兵庫、プロバスケットボールクラブに関するカテゴリー、ありがとうございます。